はようございます。夏太郎です。今日は連休中のとある朝、今日の朝活から一日を始めます。今日の朝活はお部屋の片付け。春から夏にかけて夫の職場は繁忙期、ずっと後回しにしていた季節外の洋服やいらない服の見直し、仕分けることができたので、手放すもの、リサイクルに出すもの、しまうものなどを分けました。気を抜くとすぐに散らかってしまうこちら、押し入れデスクも片付けをしていきます。私の私物と夫の私物混ざってしまっているので、夫の個人のものは夫の部屋に引き取ってもらい、残りのものをあるべき位置に戻していきます。ではズボラ。気を抜くとすぐに散らかしてしまいますが、一瞬で片付くようになったのはミニマリストになってよかったこと。すっきりとした空間で目覚めの一杯、お水を飲みながら手帳の時間をやっていきます。お気に入りのシールで習慣づけたいこと、昨日の分できたのかどうか振り返り、それからカレンダーページに短い産業日記をつけていきます。今日のトゥードゥーリストも確認しました。今日行いたいのはこの4つ。充実した一日にしていきましょう。トゥードゥーの前にまずはいつものルーティーン、植物に水やり、ウンベラータのうんちゃん、ミクロフィラさん、うんちゃんのミニバージョンを育てる、お水につけたバージョンと土に植えたバージョン、どちらもうまく根が生えてきて今のところ元気に育ってくれています。今年は水耕栽培で挑戦している家庭菜園のシソ、お水を変えるタイミングがちょっと遅かったのか苔が生えてしまいました。とりあえずお水を変えてこのまま様子を見てみようと思います。簡単な朝ごはんを作ります。普段夫は朝ごはんを食べない派なので一人で食べることも多いのですが、今日は珍しくお腹が空いたとのことなので2人分用意していきます。自炊は面倒と思う時もありますが、作る時の音、色、香りから楽しめるのは実は楽しいことなんじゃないかと思う時もあります。ジュワーッと焼いたハムの上にトロフワの卵を乗せます。今日一日が笑顔になりそうなおまじないをかければ、朝ごはんが完成です。それでは、いただきます。朝ごはんでしっかり腹ごしらえをして、
パワーを身につけたら、週末の朝家事をトトトッと終わらせていきましょう。朝使ったお皿をささっと洗ったら、床、洗面台、トイレの掃除を手分けして行います。朝家事の後は着替えてメイクをしていきます。普段の休日だと日焼け止め下地と眉毛だけなどの簡単メイクの日が多いのですが、今日はお出かけ先で友達に会う予定なのでフルメイクで仕上げます。家を出るまでまだ少し余裕があるので、最近気になっていたコスメのお手入れをここで済ませましょう。日々身だしなみをきれいに整えるために使うコスメたち、うっかりするとそのコスメ自体がちょっと汚れてしまっていたということがよくあります。気づいてやりたかったことはできる時にやってしまいたい。着古した T シャツを切って作ったお掃除クロス、固く絞って拭き上げていきます。水拭きと空拭きを使えば、曇ってしまったアイシャドウパレットのミラーだってピカピカになりました。メイクブラシやチップも石鹸で洗っておきます。メイクブラシは専用の洗剤を使った方が傷まないということを聞いたことがあるのですが、お高いメイクブラシを使っているわけでもなく必要も満たせていると思うので、今のところ新しく洗剤を増やさないという選択をしています。コスメのお手入れができたら、こちらの姿見もアルコールで拭き上げておきます。鏡を磨くことで美意識も上がってほしいところです。さて、家のことができたので出かけます。我が家の愛車だんご丸号に乗って向かうのは、お祝いを届けたい友達のところ。少し前に赤ちゃんが生まれたという知らせを受けて、お祝いを用意して今日の日を楽しみにしていました。当ててみようかな。なんで？うん、あ、聞いとけばよかったな。今回お祝いを届けたいのは、夫のキャンプ仲間でもあるご夫婦のところ。材料の買い出し、お花の色選びから飾り付きまで、二人でああでもないこうでもないと気持ちを込めて包んでみましたよ。完成。というわけで、お会いできたのはとっても可愛らしい女の子。無事にプレゼントも渡すことができました。このおむつを使ってすくすくと大きくなってくださいね。小さな可愛さに癒されまくりで幕を閉じたとある休日の一日でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。